船岡温泉は、京都市北区紫の南船岡町にある公衆浴場。船岡山南六、倉間口通りの南側に位置する。脱衣場や浴場などが国の登録有形文化財に登録されている。なお、温泉は、上方における伝統的な風呂屋の屋号に多く見られるものであり、天然温泉を意味するものではない。元は、料理旅館、船岡楼であり。 1923年に建築された。1933年、特殊船岡温泉と解消され、日本初の電気風呂を設けた。戦中戦後に急防し、1947年、一般公衆浴場として営業を再開した。外観は料理旅館当時の姿を保つ。受付と浴場は近代的に改装されているものの、脱衣場は天狗と、 源の義経の彫刻があしらわれた漆塗り角、天井、第一次上海事変における肉弾産融資などをモチーフとした乱馬など、風呂屋としては破格の豪奢な姿を今に伝えている。また、脱衣場と浴場を結ぶ渡り廊下は、かつての菊水橋の一部を移築したものが使われている。浴場自体は1932年建築のものを近代的設備に、 全面改築しており、薬草風呂、高温風呂、ジェットバス、電気風呂、水風呂、歌声湯、サウナ、露天風呂などが備えられている。中庭に面した露天風呂は日替わりで男湯と女湯が入れ替わる。一方は日の木風呂、もう一方は岩風呂である。なお、創業当初はレンガ造りであった。2003年7月に脱衣場と浴場、隣接する旧府なおかろう。 九里発展の計4つが国の登録有形文化財となっている。京都市北区紫の南船岡町82-1、当たり風呂屋の東方、倉間口通り沿いに現存する旧富士の森湯も国の登録有形文化財に登録されている。なお、現在は風呂屋でなく飲食店等に転用されている。登録有形文化財に登録されている、その他の風呂屋。 ありがとうございます。